ケニア。ケニア共和国、通称ケニアは、東アフリカに位置する共和制国家で、イギリス連邦加盟国である。北にエチオピア、北西に南スーダン、西にウガンダ、南にタンザニア、東にソマリアと国境を接し、南東はインド洋に面する。首都はナイロビ。首都ナイロビには、国際連合環境計画。 国際連合人間居住計画の本部がある。旧イギリス植民地。正式名称は、スワヒリ語で、ハベリーアケニア、ジャムフリアケニア。英語では、リパブリック・オブ・ケニア、リパブリック・オブ・ケニア。日本語での表記は、ケニア共和国。通称、ケニア。ケニアとも表記する。国名は、ケニア山に由来する。紀元前2000年頃に、北アフリカから、 ケニア地域へクシ語系の民族移動が行われた。紀元前1000年までに、バンツーご系、ナイル語系の民族が、ケニアの地域に移動し、今日のケニア国民を形成する民族として、定住した。7、8世紀頃には、アラブ人が、海岸地域に定住しており、モンバサやマリンディなど、交易の拠点を建設した。10世紀までに、ケニア沿岸部には、 バンツーとアラブの言語が混ざった、スワヒリ語のスワリ文明が栄え始めた。1418年頃に、民の定和の艦隊の一部がマリンディにまで到達した、記録が残っている。15世紀末、バスコダガマの来訪をきっかけに、ポルトガル人が進出するも、やがて撤退しアラブ人が再進出。18世紀には、アラブ人の影響力が内陸部にまで及び奴隷、貿易や、 造下貿易などが活発になる。1828年にはのスルタンサイードサイードがモンバサを攻略した。19世紀にアフリカの植民地化が進むと、ケニア沿岸にはイギリスとドイツ帝国が進出。権力争いの末にイギリス勢が優勢となり、1888年には沿岸部がイベアにより統治されるようになった。1895年に、 イギリス領東アフリカが成立。1895年1901年の間に、モンバサからキスムまでの鉄道が英国によって完成した。1896年のアングロイコール、ザンジバル戦争で敗れたスルタンが、ザンジバルルタン国、1856年から1964年に根拠地を移した。1902年、ウガンダもイギリスの保護領となり、 イギリスの影響が及ぶ地域が内陸部に広がった。1903年に鉄道はウガンダまで伸びた。1920年には直轄のとなる。1921年6月10日によって有価が設立され政治運動が始まった。1924年に有価の政治活動が禁止されると、ラによって経過が結成された。1940年に 第二次世界大戦のアフリカ戦線の戦場になると、ケイカも政治活動が禁止された。後に、マウマウ団の乱の際、一部の活動家が組織を、ケイカと自称していたのは、菊ユ中央協会の活動を継承していたからである。1942年に、ケニアアフリカ学生同盟、カス、が設立され、1947年に、ジョモケニアッタが加わり、カウに改祖された。 1952から56年ケニア土地自由軍、クルファが植民地政府に対してマウマウダンの乱を起こし、イギリスへの抵抗運動が始まった。マウマウダンの乱は敗北した。この時、カウのメンバーであったジョモケニアったが投獄されている。当時、クレンデールの法育男釈の草分けである、イブリン・ベアリングが、ケニア総督、在任1952から1959であった。 反乱を契機に独立の機運が高まった。1960年にはカウの中心メンバーによってケニアアフリカ民族同盟、カヌが結成され、同時期にが結成された。一国体制と連邦体制と両方の意見を持つ二つの政党、カヌとカズの間で意見の対立があったが、ジャラモギオギンガオディンガが率いるカヌが主導となる。1963年に 英連邦王国として独立。翌1964年に共和制以降、ケニア共和国が成立した。初代大統領に就任したジョモケニアッタやダニエル・アラップ・モイは冷戦中にアフリカ社会主義を掲げて、真相の姿勢を示した。国内的には、ケニア・アフリカ民族同盟へ、カヌの一等性が敷かれ、その後は一貫して、西側寄りの政策を取った。 後にカヌを飛び出したオギンガ・オディンガが KP を設立した1969年に活動禁止となる。ケニアッタの下でケニアは経済的に成長を遂げた。1978年のケニアッタ死去後、ダニエル・アラップ・モイが第2代大,大統領に就任した。1982年8月が起きた。1991年に複数政党制を導入。 ムワイキバキはカヌを飛び出して民主党 DP を結成。2000年、モイがケニアッタの息子、ウフルケニアッタをカヌの後継者とし、と解訴された。1998年8月7日には、首都ナイロビの在ケニアアメリカ合衆国大使館がアルカアイダによって攻撃されるアメリカ大使館爆破事件が発生し、数千名の死傷者を出した。 2002年の総選挙の結果、旧カヌ政権の継続を阻止しようとした、無愛木脇を代表とする大小多数の政党による、連合組織、ナークが選挙に勝利し、初めての政権交代が実現した。しかし、木脇は、公約である、憲法見直しへの着手を実施せず、また木脇の出身部族である、キクユジに優遇策を取り、また連合組織内の党派同士の約束を破って、 連合分裂させるなど、新たな政権の樹立を期待した、選挙民を裏切った。政権は保守色のある、抵抗勢力と呼ばれる、バキ派と改革派の政党 LDP、あとに、オーディムに、発展に分裂する。改革派の中心は、ライラ・オディンが出会った。2002年以来審議された、憲法改正は、2005年7月に、 議会で改正案が承認されたが、大統領権限の強い性格のものであり、改革派は改正案に反対であった。11月に国民投票を行ったが、改正案は国民投票により否決され、無愛木場木大統領は閣僚の交代を余儀なくされた。そして2007年12月の大統領選挙は木バキ派。 国家統一党プヌートライラ・オディンガを中心とした改革派、オディム、オレンジ民主運動との一騎打ちとなった。当初オディンガ優勢とされたにもかかわらず、同年12月30日、選挙管理委員会が木脇大統領の再生を発表した。しかし、意外な結果となったことを不服とした野党勢力が行った抗議行動は警官による鎮圧も含め、 両派衝突による暴動へと変容した。暴動はナイロビノスラムやリフトバレー州において住民同士の暴力や警官による血圧が発生し、1000名を超える死者、リフトバレー州での境界に逃げた避難民や旧地による大量消死事件や相次ぐオディム議員の暗殺事件も含むと非常に多くの国内避難民を生み出した。1月に行われた国連のナンによる 調停の結果、和解の合意がなされ、木脇とオディンガが大統領と首相を分け合う連立政権が成立することで2月末に政治的混乱は一応収集された。連立政権と共に国民の対話と和解の方と暫定憲法が成立する2007年から2008年のケニア危機。連合政権はその後本格的に憲法改正作業に着手する。 2010年8月4日に国民投票によって新憲法の成立が決まった。新憲法は1963年にイギリスの植民地支配から独立した際に制定された県に代わり大統領権限の縮小による三権分立の強化等より制度的な民主化を促進するとみられるケニア共和国憲法2010年。2013年3月ので ウフルケニアッタが当選、4月に就任。2013年9月21日に、ケニアショッピングモール襲撃事件が発生し、ソマリアで活動していたアルシャバブが犯行声明を出した。2017年8月の大統領選挙でケニアッタが再選されたが、最高裁はこれを無効とした。これは、アフリカで選挙結果が法的に無効にされた初めてのケース。 同年10月にやり直しのが執行されたが、野党候補のライラ・オディンガがボイコットしたためケニアったが、圧倒的多数で再選された。大統領制を取る。議会は224議席、任期5年、一員制の国民議会、からなっていたが、2013年より二員制、カウンティの代表である上院と選挙区議会の会員に移行した。初代大統領所もケニアった。 二代目、ダニエル・アラップ・モイと建国以来、ケニア・アフリカ民族同盟、ケニア・アフリカン・ナショナル・ユニオン、カヌが長く政権の座にあり一時期に、一党制であった、1九十一年より、複数政党制が導入された。二0 1年の国民投票により、新憲法が制定され、独立以来続いてきた州を基本とする、中央政府主導の国家体制から47の、カウンティ、 カウンティ、日本のイメージで、県を地方行政の単位とすること決定された、地方文献化。2013年3月に行われた、総選挙の後に、カウンティ政府が設立された。カウンティ政府には、中央から多くの権限が異常され、必要な予算、職員も従来の地方行政区や中央ら配置、配点された。カウンティ政府法によって、各カウンティの下には、 サブカウンティ、サブカウンティ、区、ウォード、村、ビレッジなどの開業制区分が設置されている。サブカウンティは国会議員290名を選出するための選挙区、カンスティッチンシーに対応している。新憲法施行以前の行政区分は、州、ミコア、プロビンスが設置されていた。主要な都市はナイロビ、首都、モンバサ、キスムがある。 ケニアの首都ナイロビはマサイ族の言葉で冷たい水を意味する。ナイロビはカヤツリグサが茂る沼地に位置する。ケニアは赤道直下に位置しており、インド洋やビクトリア湖沿岸は年間平均気温が摂氏26度の熱帯性気候である。しかし国土の大部分は標高1100メートルから1800メートルの高原となっているため年間平均気温が 摂氏19度の乾燥した高原サバンナ体となっている。11月から3月にかけては北東モンスーン、5月から9月には南東モンスーンと呼ばれる季節風が吹く。最高地点は赤道が通るケニア山、標高5199メートル。エチオピアからタンザニアにかけて西部を走る大地交代は大地を切り裂いた壮大な地質形態で、 リフトバレーと呼ばれる。北から、トゥルカナ湖、ナクル湖、ナイバシャ湖、マガディ湖等が並ぶ。ケニアの主要産業は農業であり、GDP の約30%を占めている。また、農業部門は、ケニアの輸出総額の65%を占めている。農業部門は、雇用面でもケニア経済において、重要な役割を果たしており、正規雇用に占める割合は、 約 18%2005 年ほどであるが、労働力人口全体1891万人で見ると 70.6%1335 万人が農業に従事している2010年。さらに、ケニアの人口の約8割の人々が農業によって生計を立てている。工業化は他のアフリカ諸国と比べると進んでいる方で、 特に製造業の発展は著しい。紅茶、火器の輸出増が近年著しい。自然条件、起伏に、富んだ国土、温暖な平野部と、冷涼な高地が混在と、ケニア政府による園芸産業育成により欧州連合を、EU 向け火器の最大の供給源である。独立以来資本主義体制を堅持し、 東アフリカでは最も経済の発達した国となった。しかし、政情不安や政治の腐敗、機能率、貧富の差の増大という問題を抱える。2007年の経済成長率は約7 2008年は国内混乱の影響で成長率は低迷したが、2009から2010年は4から5%の成長に戻った。 ナイロビは東アフリカの通信、金融、交通の中心都市であり、モンバサは東アフリカ最大の港であり内陸部への重要な入り口である。1999年にタンザニア・ウガンダと共に地域経済の発展のため、関税、人の移動、インフラの向上を目指した東アフリカ共同体、EEC を形成した後にルワンダ、ブルンジが参加。 2004年には関税同盟を確立し、2010年にはイ e クの共同市場化が発足し、2012年までの自由化と共通通貨の達成を目標としていた。は、インド洋のラムーとエチオピア、南スーダンを結び北部開発を目的とするインフラ計画である。ケニアの鉱物資源は種類、産出量とも少なく、さらに第二次世界大戦から20世紀末にかけて、 規模を縮小してきた。主な鉱物資源は、ソーダバイ、塩、マグネシウム鉱物、ホタル石、石灰岩、金である。経済産業調査会の工業便欄によると、1986年には、マグネシウム鉱30万トンを算出し、これは、世界シェアの1.7%に達した。塩9.2万トン、金1 6ラムホタル石10万トン、採掘後、 工場で加工された、ソーダイ24万トンを記録されている。2004年時点では、塩が1.9万トンに減少。その他の鉱物は記録されていない。唯一、金の産出量が1.6トンに拡大している。主な金鉱産は、南西部のに分布する。金の採掘は機械化されておらず、手工業の段階に止まっている。 現在石油は100%輸入に頼っているが近年、探査が進み発見されており、その生産開発が検討されている。また、第一交代が南北に貫くナイロビ製法では、地下の地熱を開発中で、日本企業も参加していい。2012年のケニアの貿易額は、輸出額が51億6900万ドル、輸入額が120億9300万ドルである。 69億2400万ドルの貿易赤字。対日輸出額は4600万ドル、対日輸入額は9億1100万ドルである。2009年の国勢調査によると、ケニアの総人口は3861万97人、男性1919万2458人、女性1941万7639人である。 また、CIA ワールドファクトブックによる推計では2014年7月時点の総人は4501万56人である。ケニアの主要な民族の人口は以下の表の通りである。ケニアには全部で42の民族が存在していると言われるが、上表の通り上位5位までの民族で、ケニアの総人口の約3分の2を上位10位までで、その約9割を占めている。 また、その他に、アジア系、ヨーロッパ人、アラブ人などが少数存在する。ただしこれらの民族、部族区分はイギリスが植民地支配のために作り出したものであり、民族間の境界は存在しなかった。人口比では少数派だが、イギリス系などの大土地所有者や、鉄道建設時に労働力を補いのちに、商人としてやってきた、インド系、隠居も、政治経済に、 大きな影響力を保っている。2010年に制定された憲法では、ケニアの国語、ナショナルランゲージは、スワヒリ語、公用語、オフィシャルランゲージは、スワヒリ語及び英語と定められている。司法機関は、スワヒリ語よりも、英語を重視しており、国民感情にも、同様の傾向がある。ケニアには、英語やスワヒリ語の他に60以上の言語が、存在しており、 大きく分けて、ニジェールコンゴ語族のバンツー諸語、ナイルサハラ語族のナイル諸語、アフロ、アジア語族のクシ諸語がある。シェン、シュントは、1970年代以降に生まれた、スワヒリン語や、英語、いくつかの民族語の混合言語、スラングであり、主に首都ナイロビで若者を中心として話されている。宗教は、プロテスタントが47.7%、 カトリック教徒が23.5%、その他のキリスト教徒が11.9%、ムスリムが11.2%、伝統宗教の七パーが1.7%、ヒンドゥー教徒が0.1%、その他が1.5%、無宗教が2.4%となっている。二千十年の推計によれば、十五歳以上の国民の識字率はセント、男性、 90.6%、女性、84.2%である。主な高等教育機関として、ナイロビ大学、1956万1970の名が挙げられる。結婚時に改正すること、夫婦同性もしないこと、夫婦別姓も可能。小説においては、英語で書いた、1964で、ケニア独立戦争を描いた後、 キクユゴのみで創作することを新たに宣言した釘は、ジオンゴ、両犬のための死体、1974のメジャムアン、スラム、1981のトマス・アカレ、ケニアと地自由軍の指導者を描いた、デダンキマジ、1990で知られるサムエル・カヒガなどが著名な作家の名として挙げられる。ケニア国内には、 ユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が2件、自然遺産が2件存在する。10月10日に指定されていたモイレーは2010年に廃止された。陸上競技、サッカー、クリケット、ラグビー、ラリー、バレーボール、ボクシングなどが人気のあるスポーツである。とりわけ陸上競技の長距離層の人気が高く、また隣国エチオピアと並んで世界の競合として、 有名である。北京オリンピック男子マラソン金メダリストサムエル・ワンジルをはじめ、世界大会における優勝者を輩出した。ケニア人のバラク・オバマシニアとアンダナムの間に生まれたバラク・オバマが、アメリカ合衆国初の黒人大統領に就任した。オバマは、ケニア国内では育てられていないが、過去にケニアを数回訪問している。 両親はすでに個人であるが生存している祖母、サラ・オバマのもとには、大統領就任の際、国外を含む10以上のメディアが押し寄せたと伝えられている。ムワイ・キバキ大統領は、ジョン・マケンイ候補が敗北を認めた直後に、オバマ氏の勝利はケニアにとっての勝利でもあると、関する声明を発表。さらに、祝意を表するため6日を国民の祝日にすると宣言した。オバマという姓は、 ルオ族の姓であり、ヨーロッパ系の姓のみであった、歴代アメリカ大統領の中に、初のアフリカの毒の姓が現れたのである。また、オバマの父は、イギリス植民地時代に生まれ、オバマの母は、イギリス人の血を引くためにオバマは、大英帝国に、関わりが深い、アメリカ人でもある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。